しみさんって大以外のゲームするんですか？いや、しないっすね。僕でもパープルやりたいなって思ってる。栄冠やりてー。これ配信外でゲームしないからな。配信した時覚えちゃってるんで、そういうことっすね。でもこの前、キャスター陣と焼肉食べに行った後に、ちょろっとだけストレートバロやった。こんぐらいでも。ディズニーでやってた。アトラクション待ってる間。スイッチでもあんの？持ち運びしてることはスイッチだよね。パワープロ。スチームあるかな？ 2024？ 新作って。俺2022、めっちゃやったんだよな、栄冠。その時プロだったんだけど、スクリームの時間以外全部パープロやってたわ。朝起きて。飯も食わずに。こんぐらいハマってた。いや、キャミゲーよ、あれ。え？ニンテンドースイッチとプレイ4でしか出てないの？プレイ5出てないんだ。俺でも家庭用ゲーム機こっちの家にないからな。全部実家にあるわ。俺ね、パワポケだっけ？パワポケめっちゃやってたんだよね。ゲームボーイアドバンスの。でもスイッチとさ、プラットフォーム別の違いって何があんの？画質ぐらい。やれることは全然同じだよね。まあ、Steam で出してほしいよね。PC ゲーマーはみんな Steam で管理してるからな。でも久々に動物園やりてえよ。てかさ、e スポーツワールドカップってさ、ミラーミルダムだけじゃん。俺ミルダムのアカウント残ってんじゃないかな。さすがに無理か。ツイッチのパートナーって、収益を得なければいいん、いや、大丈夫なんだっけ？みんな知ってる？ミルダムっていう配信サイト、そもそも。今回 e スポーツワールドカップのミラー配信ができるっていう唯一のプラットフォーム。僕も10人でしたよ。ミルダムの。視聴者数3人だったけど。なんかちょっと、あれよな、曖昧よな。いやでも、本配信ツイッチもあって、マジで助かったわ。やっぱ配信サイトとしてな、探しやすいんだよな、ツイッチ。まあ俺がオーバーウォッチ2のチャンネルばっか見てるってのもあるけど、すぐ出てくるもん。フォローしてないけど。WDG ジャパンの、俺チャンネル、あれだわ。まだフォローしてないかも。やべ。出てこないし。あれなんだっけ？ WDG アンダーバージャパンじゃなかったっけ？ WDG ジャパンって、あ、スペースなしか。WDG ジャパンアンダーバーオーバーウォッチね。なんかツイッチあるあるなんだけどさ、ツイッチっておすすめに全部出てくるから、俺あんまフォローしないんだよな、配信者。配信者というか、配信チャンネルを。ベンチャーやっちゃおう。いや、全然ハマってないよ。やばそう。数で負けてるよ、だって。人数状況教えてくれる。あ、ナイス。下から行こうかな、俺。いや、これ下から行ったらでもあれか。上がれないんだよな、このヒーロー。ニューイーン。終わった。バリアもう一個残ってたんかい。ナイス。フランナイス AMP。 え、みんな一発で。うわん、うわ、なんか来てる。びっくりした。ザリアが運ばれてきた。まあ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 、 EMP ドラゴンコアレッセンスキャプティブシャーンがあるじゃん。
タイミングよ。多分いけるよん。行っちゃってボブ。ナイスよボブ。はい。ナイス。ナイス。何がベンチャーだよ。アッシュね、アッシュ。ん、やばいか。ん、やばいか。ナイス。なんで俺食らうのこれ。あ、最悪。グレネードを置くだけ。下来たん。頑張れ。ナイス。およく耐えたね、ママ。おいじみに。死ない。死ないんじゃない。なんか味方勝ってる必要。俺いらなくね。応援してるだけでいいじゃん、俺。はい、ナイス。応援団長でいいわ。20。ああ、ありがとう。